ひよー、カチッコチョコバータイポンです。それではプロフェッショナルケースケフォンダーで、レアルマドリード入団の夢叶える実況やっていきたいと思います。それでは、今日のケースケの名言。1年後の成功を想像すると、日々の地味な作業に取り組むことができる。まあそうだね。ただこれがね、やっぱね、そのできない人ってのが、この世にはたくさんいるんだよね、本当に。これ本当にね、こんな簡単に言ってるけど、まあ難しいですからね、この日々のなんかそういうことを積み重ねていくっていうのは難しいですからね、これをやっていくっていうのは、まあ相当な気合が必要だっていうところですね。はい、それでは今回はアウェイでブレントフォード2部かな、イングランド2部リーグのチームかな、じゃあ FA カップなんで、ちょっともう雑魚だからね、言って2部だからとか言って、普通に負けそうだ、負けたらちょっと恥ずかしいんですけど、本田さん、また今ね、実は今、久保って言いそうになっちゃいました。はい、本田として、プレイでちょっと、点を取りに行きたいと思います。レッツゴー！エミレーツ AFA カップ、ブレントンフォード VS アーセナル！ってことなんで、本田さん、後ろに腕を組んでおりますよと。よ、そういえば、ヨトが最近少なくなってないかと、ご指摘があったんですが、確かに、俺もそう思いましたよと。ヨトヨトめっちゃ言ってくよ、東京から。また、もうヨトヨトが止まらないヨトで行っちゃうよと。使い方絶対おかしいよと。これそういうなんかゆるキャラみたいになってるよと、これだと。アニメとか出てくんじゃないかよと。ちょっとこれ不自然すぎんな、これちょっと。まあいいか、楽しいから。ちょ、ケイスケ。はい、行きますよと。ほいほい。はい、二部相手なら、おいと。はい、いや、めっちゃいいパスじゃないか、今。ちょ、おい、ぶつかってくんじゃねえぞ、俺に。パス、パス、パス。あー、まずいパスよと。いや、来たよ。ケスケ、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 もうちょっと一人で行くわ。惜しい。ほんだ、いいシュートよと。あ、なんかグーやってる、グーやってる。じゃあ、コーナー行くぞ。蹴るよと。見てよと。オバメン行くよと。お前に合わせるよと。来たよと。来ないよと。ホンダに回してよと。ホンダ回してよと。ホンダ回して。ホンダ回してよと。ちょ待って。ちょ待って。パスだな。いやー、やっちゃったよと。それ伸びしろパス。伸びしろパスいいっすか。いや、伸びしろシュート。伸びしろシュート入った？いや、残念なシュート。そんな言わなくてもよくねえか、別に。いやー、いいね。やっぱ、競り勝つね、余裕で。はい。どうですか、このパス。イオビ？こっちパス。いやー、まあ、惜しいね、バンバ。バンバ、バンバ。ちょっとパス成功率気にしていかないとやばいな。パス成功率。しっかりパスは、ここだった時に、絶対出そう。しっかりと。こういう感じでね。いやー、オバミアンさん無理だって。無理ですよと。オバミアンさん。練習でそこもちょっと、すり合わせよう。どういう感じで攻めていくかっていうのをね。うん。しっかりと意識を合わせていかないといけないから、サッカーっていうのはね。仲間同士の。いやー、ちょっと、ブレントフォードが、地味にね、FA カップとかって面白いんだよね。本当に普通に2部のチームとかが1部に勝ったりするからさ。なんかちょっとそういうのが面白かったりするんだけど。そんな風にならないようにしないと。ダッシュバ。いや、いいっすね。待って。待って、待って。どうすか、これ。いや、なんでバンバ行かないの？パス通ったからいいけどさ。イオビ。オバメア。ザイナポジショング、なんで？来たよ。イオビ。行っちゃって。イオビのまんまで行っちゃって。オバメア行っちゃって。オバメア。決めて欲しかった。うんこ座り。こいつコンビニ溜まってヤンキーかよ。いるよな、ああいうの。はい、ケイスケ。ケイスケ。ケイスケ。俺、このパスどうだ。いいっすね。イェー、フリーキック、これ蹴らしてくれる、ケイスケ。蹴らしてくれる、イエロー、イエロー、イエロー。オーケー、ナイス、ナイス、ナイス。拍手、拍手、拍手。はい、ライアン・ウッツ。ライアン・ウッツでいいのかな、ライアンさん、ザマ。来た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 、ケイスケ。待って、これどうしよう。この距離絶対入んねえ。絶対入らない自信ある。こっちに蹴るか、思いっきり。行きます。どうだ、うわ、残念なシュート。なんてことしてしまったんだ。あ、終わった。前半終わりましたよと。まあ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 。後半にね、
しっかりやっていけばいいんじゃないかと、思いますよと。印象的なスルーパスで実力を示した。あ、でも、いいフィードバックだけだね。はい。じゃ、試合を続けるよと。いきますよと。よと言ってるよ、今。ほら、パスって言ってなくて、こいつ、よとってこいつパスって。あれ、パスを求めるからね。ケイスケは。よとほら、来た。よとって絶対来るから。見てて。よとほら、来る。完全にそういうもうシステムだから、このアーセナルでもう浸透してるから。みんなそれでやってるからね。みんなそれで。よとほら、来た。ほい。いいね。さあ、どうするそれだけじゃ無理だぞ。パス。いけ、オバメア、打て。ナイス。オッケー。いや、でも格下だからね、もうちょっと点取りたいよね、正直。ありがとうございます。まあ、今のは良かったじゃない。今シーズン多分3回か4回目ぐらいのアシスト。ナイス。オバメアンさん、決めてくれました。うわぁ、ちょっと2部っぽいね、スタジアムが。2部っぽい。はい。まあ、これはもう決めてもらえなく困りますよ。はい。よくやったよと。おじゃあ、ケイスケ、ちょっと行きたい。マジで点取りたい。と思ったけど、ここ空いてんだよな。空いちゃってんだよ。いいパスありがとう。いいよ、ビ。そう。戻すことが大切。それでこれで、どう？いいんじゃないの？ケイスケ！わぁ、惜しい。8.2 か、評価。あ、そばめがあって、ラカゼット、ウェルベック。ウェルベック投入。さあ、これをクロスで、ウェルベックが、じゃ、この間なんかスターリッチみたいなね。投入されてすぐ点決める。ワンタッチで点決めるみたいな。あれすごかったな。あんな早くゴールする人初めて見たわ、多分。おい、やめろ。あー、おい、怖いって。ちょっとめちゃくちゃ危ないことしてんじゃん。よっとオッケー。あー、やっちゃった。やべえ、パス成功率絶対ある今。あんま良くない。やばい、挽回したい。挽回していこう。いくぞー、ケイスケ。いや、戻そう。そんなに一人よがりに行くことはない。はい、行きますよと。走ってきますよと。よと。さあ、ケイスケ走ってるよと。オッケー、いいよ。呼び。いい、来た。いや、もう最高じゃないか、それ。決めるしかないよと。決めないとダメでしょ。てか、キーパーめっちゃ止めるじゃん。あ、ケイスケ、ここ、ヘディング生活自信あるよ。ほら、競ってはいたけどね。さあ、時間もなくなってまいりました。ケイスケ、ちょっと行っても決めれないのか。いや、決めていきたいよと。伸びしろがありますからね、まだまだ。31にして、全然伸びしろ感じてますから。本当に。でも、あえて今取ってないって可能性あるからね。これ、あえて取るんだよ。あえてインターセプトしていく。あー、終わっちゃったよ。これ結構ね、赤あるな、多分。割とミス多かったから。ちょっとそれ直していかないとまずいな。シュートの成功率はこれ見えないっけな。見れないっぽいね。あ、見れるわ。82% だ。いやー、低いなー。 90% がほど遠いわ。 8.7。 じゃあ、オバメヤンのアシスト見ましょうか。ケイスケのここの切り返しよかったね。これが効いたせいで、おかげで、せいでってなんか言うとちょっと嫌な感じになっちゃうな。おかげで決まったようなもんだからね。あ、ケイス、本田さん、マウザマッチじゃないですか。ありがとうよと。ただちょっと前のパスのミスが多すぎて、勝負せモンドがある。ちょっとこれまずいよと。練習しますよと。じりじりと上がっていきますね。サントス FC、サントスの契約間近か。ふざけんな、お前。ダジャレか？うわ、年間 MVP が決定。アザールがバロンドール受賞してる。すげえな。それでは次、アウェイでボーンマス戦ですね。これやっていきましょう。まあ、リーグ戦だね。得点をちょっと重ねていきたいから。あ、このアウェイ、あ、いや、これがいいな。いや、でもどうしよう。ちょっとホームでやりたいから、アウェイになってもらおう。一週間ね、試合がなかったんで、皆さんもみんなスタミナが回復しております。じゃあ、ちょっと点を取れるように頑張っていきましょう。オンダとして、プレイ。プレミアリーグ、ボーマス VS アーセナル。さあ、やっていきましょうか。行くぞ、ケイスケ。パス回してよと。
あ、ヨトヨトだ、ヨトヨトでもう来るからパスが。ヨトヨトって言うと、ヨトヨト、おいファールすんじゃねえぞ、ヨトヨト、ヨトヨト。1回目ちょっと発動しなかったな。はい、ここパス成功率はね、やっぱそれをちょっと一番気にしたい、正直一番そこだけを気にしてやっていくから、ちょっとここだって時しか俺マジ絶対パスしねえわとか言ってパスしちゃうんだよね。ヨトヨト、あーやべやべ、おい、いいよ、あんまり下手にパス要求もしない方がいいかな。その学んでいこう、日々学んで取れ、ヨトヨト、ヤイス、いやー取られたか。アケか、アケはね強いからな、ちょっとアケさん若いけど、いやいや、ヨトヨト素晴らしいインターセプトありがとう。さあ来たよ、ムヒタリアン、ムヒタリアン走ってんな。ただここオバメヤンに、いいぞ、いやめっちゃいいパスじゃねえか、惜しいよと。ベゴビッチか、ベゴビッチ強いんだよなこのゲーム。 FIFA においてベゴビッチは結構強いからな。さあケイスケ、おい行くぞと、走るよと、いやそれ無理でしょオバメヤンさん。ケイスケパス回して、いやいい、どうだこれ、決めろよ、うーん、もうこれ多くないかこれ外すの。逆足だからな、だとしてもちょっとこれ決めてほしいな。いや、ケイスケパンして、オバメヤン下手か、下手かよあ、当たったのか、ごめんね下手とか言って、ごめん。すぐ手のひらを返していく、いやこれケイスケ取れるかもしれない、これはこれは取れる、ナイス。おいおい邪魔すんな、おいふざけんな、このやつ、おいケイスケを邪魔するなんてよくないぞ、よくないぞ、いい呼び、いや来た、いんのし、うお、えぐ、アシストになった一応、やったアシストついた、アシストついた、俺絶対今のアシストじゃないと思った。ラムジーの何その2回目の強烈シュート、いやーこれアシスト、これアシストじゃないでしょ、どうなのこれって、アシストになるの一応、まあいいや、アシストついたらこっちからしたら嬉しいからね、これは止めれないでしょと。ありがとうよと、ラムジーイケメン。なんかラムジー今シーズンちょっとバルサの移籍のなんかあれもあったらしいけど結局行かなかったんだよね、まあ、それなんか前も3年前ぐらい前が言ってたんだよね、確かそれ3年前ぐらいのバルサがラムジーがやばめっちゃ決めまくってた時期にバルサが取るみたいな、よくアーセナルから取るからさバルサって、素晴らしいさ、自分のポジション守る、いや守ってたんだけど、嘘じゃん、監督目ついてる、おかしいよと、ふざけんなよと、よと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 、もうよとよとよとっつって、もうよとよとを作るかマジで、マジでプレミアリーグで流行らそうぜ、イギリスで流行らしてこう本気で、流行語大賞よとよと、どうよとよと、て流行語大賞ってあんのかな世界に、毎年日本ってあんじゃんそういうの、はい、いい曜日狙って、いやいいじゃん、えめちゃくね、めちゃくちゃくねえか、ケイスケこれ狙っていいっすか、あやっぱああいうの打ちたくなっちゃうんだよねいつも、どうしても打ちたくなっちゃう。さあここオバメヤンが、オバメヤンが、いやナイス、ラムジーちょっと覚醒したこの試合、これもケイスケからだからね、言ってケイスケからのなんかやってる、ディバラやってる、ディバラなんでディバラやってんの、一人だけゴールの方向向かってえ犬、あびっくりした、犬が来たかと思ったら電光掲示板か、犬が今びっくりした、FIFA に犬いたっけと思って、犬なんかたまに乱入してきたりするじゃん試合中、びっくりした本気でびっくりしたよと、いやでも実際ちょっと試合にいきなり犬が入ってきたりとかしたら面白いけどね、そういうのちょっと追加しよう、そういう演出、観客入ってきちゃうみたいな、それでできたらもう神でしょ本気で。いやちょっとこれケイスケこっち行っていいよ、ムヒタリアン無理すんな、おい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 無理すんな、無理すんな、お残すんだ、押し込んでこっち走って、ちょっと点決めたいよ、全然点決めれないからね、えなんでよ、もう怒るぞケイスケ、ケイスケが怒るぞ本当に、ふざけんなよと、はいパス、はいフリーキック、よしよしケイスケ、この距離ならケイスケだよ、あるよ本気で、サラムジー変わって誰だ、
あ、エジル、そういえばエジル見てなかったな。え、これマジであるかもしんない。どうこれで、いやー見事なチャレンジ。もうちょっと右だったか、フリーキック決めてーなー。全然惜しくないよこれ、全然惜しくない。高さも悪いし、伸びしろですね。いやケースケ来た、うまい。今本当はケースケ行きたかったけど、ここはちょっとあえてね、あえてオバメヤンに行かせた。うん、まあそういう風にあえてやることによって今後自分につながっていく、自分の未来につながっていく。ほら喜んでも、めっちゃ喜んでるいいね、なんかああいうのをリアルで見るときとか嬉しいもんね。有名な選手と日本人がなんか絡んでるというか、そういうの見るの嬉しいからね。まあこれ実際オバメヤンなくてもケースケでいけたけどね。うん、あえてかっこいいな、オバメヤン右に、右の眉毛反り込み出て、今んとこケースケ全得点に絡んでんじゃないか。えぐくないか。アシストは1個、あれアシストついたよね。あ、そうアシスト1個ついて、あとは全部もうケースケからの。いやーこれちょっと取られないで、ナイス。いや強えわマジで、フィジカル強え。いや本当に俺ケースケあれで見たかったよ。これは打たせて、しょっぽいシュート。マジでリアルにプレミアで見たかったな、ホンダのこと。あ、選手来た、イオミに変わった選手。いやスタメンで使えし、マジでこれアセンシオ好きだからさ、スタメンで使ってほしいわ。ケースケ、アセンシオ、いやいい、いや待て、ここは冷静にパスよ、冷静にパスよ。いやオバメヤンすげえな、めっちゃ行くな。オバメヤン初トリック可能性あるんじゃないの、もしかしたら。あ、オバメヤン変えられたって、ハットトリックの可能性はね、1点しか決めてないこの人。さあレルベックが入ってきました。あ、ケースケヨトヨト、オーケーオーケー。ジャカ、エジル、いやこれあるでしょ。全部キーパーの方行ってる、ダメですよと。そんなんじゃここにもう一人やん。あ、惜しい、惜しいぞ。ケースケ、エジル、アセンシオパスだ。いやいいよ、アセンシオとの関係性いいよ。いやートラップでけえな。ケースケ、ケースケ使って、オーラ、くそダメだな。点がこれちょっとそういうスランプみたいな落ちてるかもしれない。いやエジルのパー素晴らしい、シュートがしょぼい。いやーちょっとシュート精度がやっぱフィニッシュ69だからね、やっぱ70でないときついのかな。これラストプレーになっちゃうのかな。止めて、いや素晴らしい。そしてここにパス出して、いやーまあ全体を考えたら普通にめちゃくちゃいいプレーしたんだけど、シュートだけに関したら相当やばいねこれ、しょぼいことになってる。あ、パス成功率 96% 最高です。さあ1点目のラムジー、まあ、一応これがホンダのアシストになったということで、うん、ありがとう、ありがたいね。そして2点目、まあ、これもケースケからのこの犬が走ってくるのね、びっくりした。オバメヤン行って、まあ、オバメヤンのアシストだけど、まあ、ホンダさん得点絡んでますよと。ミスめっちゃホンダ来てんのやべえな。でこれホンダさんのパスで、これももう完璧でしょ、完璧に崩したでしょ相手のこと。いいですね、マウザマッチ。もしかしてどうですか、またマウザマッチ、もう毎試合マウザマッチ。精度の改善に取り組んでくれ、狙ったところに蹴れないようではまずい。ああ、そうですよね、わかりました。さあ練習だ、 CCDCC 普通か。それでは次回ホームでクリスタルパレス戦ですね。ちょっと得点がね遠いんで、点取りたいなーって思ってますね。だアシストよりもどちらかというと点を取る方向で、ちょっと今回から次からやっていきたいと思います。それではここまでご視聴ありがとうございます。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、まあチャンネル登録した方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしますよと。